デラーおやじチャンネル。こんにちは、モデラーおやじモデオです。本日も一緒に模型作りを楽しんでいきましょう。青島のパガーニゾンタ C12S、 引き続き製作をしていきたいと思います。今回は主に塗装前に接着をしておいた方が良いパーツを組み立てしていきたいと思います。まずはエンジンとトランスミッションのこのパーツを接着していきたいと思います。可能な限り裏側から流し込んだ方がいいかなと思います。トランスミッションの後ろの部分ですね。カムカバーです。これ左右があるので間違わないようにしたいですね。ここにも一つパーツがつきます。小さいので接着する直前に切り離した方がいいと思いますが、これは斜めに接着するのが正しいパーツのようです。これまでの青島さんに比べるとかなり細かいディテール作り込まれたようなエンジンになってますね。これから塗装して仕上がった状態を見るのが楽しみになってきました。フレームの部分も一部接着できるところはしておこうと思います。こちらは似たような形をしているのでカットすると分からなくなっちゃうので接着する直前にカットしたいと思います。こういったパーツは接着する前に一度パーツに当ててみて位置関係をね確認した方がいいですね。これで大丈夫そうなので流し込み接着剤で接着していきます。サイドステップとフロントスポイラーはカーボンデカール貼りますけども、パーツがバラバラだと塗装する手間も増えちゃうので、一緒に黒く塗ってからカーボンデカールを貼る方が効率的かなと思います。エッチングパーツを取り付けてから塗装した方がいいものもあると思いますので、先に接着していきますが、エッチングパーツをカットする方法ですけども、カッターマットのしなりがあることでエッチングパーツをカットする時に歪んでしまう、そんなことがあるので、こういった硬いものに 0.3mm か 0.5mm のプラ板を貼りまして、この上でカットしていくとエッチングパーツは曲がりにくくなるかなと思います。小さいパーツになると飛び跳ねることがあるので、指で飛び跳ねないように押さえてカットするといいと思います。ワイパーも組み立て接着をしていきたいと思います。まずはワイパーのこのパーツのモールドに2本線が入っておりますので、ここに沿って曲げていきます。このピンセットでモールドに沿って挟んであげて曲げてあげればいいかなと思います。90度ですね。ある程度90度近くなったら左右からこう挟み込むようにして直角になるように最終的に曲げてあげるといいかなと思います。こちらのパーツも同様に左右をね曲げてあって少しこう反るようにしてあります。先ほど作ったこのパーツのここにねこんな感じで入れていきます。穴に通した後左右からかしめる感じで閉じるとこんな風にね稼働するワイパーになります。まあ、もちろんこのまま稼働させるのではなく接着剤で固定はしていきます。粘性の低い瞬間接着剤をつけましてこんな感じで練り消し状のものをねつけてあげて、これで 1,2 目するといいかなと思います。ワイパーのブレード部分を接着していきます。さらにオリジナルの樹脂のワイパーの根元をカットしてこのエッチングパーツの根元のところにですね接着してあげます。ワイパーはこんな感じに組み上がりました。ラジエーターのエッチングパーツも取り付けをしていきます。こちらはメッシュ状のパーツになっておりますので接着剤で穴がね埋まらないように気をつけたいところかなと思います。あとは裏表があるようなパーツになっているので質感に注意して貼り付けます。ここはねもう一つ分割されております。エッチングパーツを取り付け終わったら裏側のラジエーターファンとパーツを合わせておきます。この丸いスピーカーネットと思われるパーツ、これに対してもエッチングパーツが用意されています。しかしここは少しですね丸みを帯びた面になっていますので、もちろんエッチングパーツは平面になりますので少しこういった丸みを帯びたものを裏から撫でるように当ててあげて少しこうね丸くくぼませます。この時にカッターマットなど適度に柔らかいものの上でやるといいかなと思います。少しくぼませた後この樹脂パーツの上に乗せてみます。こういった小さいパーツの場合はランナーから切り離さずにエッチングパーツの取り付けをした方がやりやすいかなと思います。この曲面に合うように少しね指で押さえてあげます。この時に接着剤をつけすぎてしまうと横から漏れてきて指もね一緒にくっついちゃうんで、接着剤をつける量には気をつけた方がいいと思います。これである程度やや曲面の部分にもエッチングパーツ馴染んで接着できたかなと思います。リアディフューザーのこの穴の部分にはメッシュのパーツが用意されていますので形に沿わせるように折ってあげて、まずフィッティングの角度をね確かめておきます。メッシュパーツがちょうどいいところに入ったら真ん中のメッシュにはつかないようにこのね液体状の瞬間接着剤を周りにつけてあります。これでねこのグリルも取り付け終わりました。本日は塗装工程に入っていく前に接着しておいた方がいいパーツに関しては先に接着を終えました。次回から塗装工程に入っていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。